おはようございます。榎本孝之です。飲食店集客万歳。というわけで、今日も榎本孝之が飲食店の集客についての話をしていきたいと思っています。で、前々回話をしたのは、QSCM、まあ。QSC とマー,マーケティング。QSC が店舗力で、M がマーケティング。この QSC プラス M の4つを上げることで、えー、飲食店の売り上げは上げることができるっていうふうなことですね。で 今日はね、えー、っと、その QSCM の中でも、まあ、サービスのところを強化するっていうこともね、えー、集客に当たることだと思うんですよ。で、あのー、まあ、マーケティングのね、えー、施策、戦略を立てて施策を打つっていうことっていうのは、いいところはね、あのー、やっぱりこう、チラシを何枚巻いて、何枚返ってきた。で、それによって売上がいくら。 上がった利益がいくら残ったで、そのチラシを巻くのにいくら買ったっていうことっていうのはすべて数値化されるわけですよ。なので、その数値をもとにこう改善を,をさらにしていくっていうことになるんですけども、まあ、接客力を上げるっていうことで売り上げを上げるっていうことっていうのは、まあ、なかなかその効果がこう見づらいというかね、えー、何をしたからどうなったっていう数値化することがすごく難しい部分なんですけども、 でもまあもちろんね、これを見てくれている飲食店の経営者の方は、まあその QSCM プラ、もうさ QSC プラス M っていうことの M だけやっていても、最終的には売り上げが上がらない。まあ、ね、店舗力である QSC、クオリティ、サービス、クリーニネスっていうところを上げなければ、売り上げは上がらないっていうことは、 まあもちろんわ、えー、かっていると思います。で、えー、さらに、まあそのね、えー、サービス、えー、接客レベルを上げても、えー、なかなか、えー、それによって売上が上がったっていうことっていうのは、まあ、えー、判断しづらいというかね、数値化されづらい部分ではあるんですけども、まあ、接客が悪ければ、えー、お客様がリピートしない、えー、接客が良ければお客様がリピートしてくれてファンがついてお店が繁盛するっていうことも、 全然もう当たり前のように飲食店の経営者の人は分かっていると思います。そんなわけでね、しっかりと接客力を上げていくっていうことも売り上げを上げるためにやらなければいけない、すごく重要なポイントだっていうふうに思うわけですね。で、今日はね、そんな話をしていきたいと思っているんですけども、まあ、ああの、今日話をしたいのはマニュアルの話をしたいと思います。で、 えー、まあ、マニュアルって、えー、必要だっていう方と必要ないっていう方がいると思います。で、マニュアルをね、作ると、えー、その、なんていうか、確立化されて、サービスが確率化されて、人間らしさがなくなって、面白みがなくなる、魅力がなくなるっていうこと。 おーもあると思うんですけども、僕は絶対マニュアルは必要だと思うんですね。で、えー、なんで必要かっていうと、まあ、その、もしもね、えー、そのマニュアルで確立化されたあーことあ、ごめんなさい、コメントいただいてましたね。ありがとうございます。えー、そのか、確、えー、確、えー、うー、ん、ごめんなさい、えー、と、まあ、マニュアルを作るところのデメリットっていうことは、まあ、デメリットを出さないように、 するマニュアルを作ればいいだけのことなので、で、最低限ね、一、作らなければいけないものっていうのは、マニュアルは作らなければいけないというふうに思います。で、なんでかっていうと、マニュアルがないと、正しいことが、何が正しいかがわからないので、働いている人が働きづらいっていうことになるんですね。で、さらにそれが進むと、あの人はこうやってる、この人はこうやってるっていうことが生まれてくる。で、最終的に、あの、 まあ、そのリーダーになるような人が、えー、複数いて、その人たちがまた別のやり方、えー、自分のやり方っていうのをそれぞれが持っていると、派閥ができてくるんですね。で、こうマニュアルがない、えー、何が正しいかが明確になってないっていうことが原因で、えー、実は飲食店の派閥っていうのが起こってくるんですよ。で、まあ、僕がやってた、あ その、えー、仕事の中で、まあ、今までね、えー、本当に、えー、店内で派閥ってできることがないんですけども、その理由、大きな原因っていうのはマニュアルがちゃんと決まっている。 っていうのは正しい。何が正しいかっていうのが統一されているってことがあるので、そこからスタートする派閥が作られるっていうことがないので、派閥がなかったっていうことなんですね。派閥ってね、本当に嫌ですよね。経営者としてもすごい嫌だし、働いている人も本当に嫌なんですよね。だから、派閥を作らないようにするためにもマニュアルを作る。最低限のマニュアルを作る。最低限のマニュアルっていうのはどういうことかっていうと、 何が正しいのかっていうことが分かる決まりっていうことなんですよ。で、き、え、ょ、ー、話をしたいのは、一番最初にもしマニュアルを作るんだったら、マニュアルまあ、ね、ホールのマニュアル、接客のマニュアルの話なんですけども、一番最初に、えー、マニュアルを作る、まあ、もう、えー、作ってる方あも、えー、その、なんていうか、組み立てというか、そのお考え方っていうのをおよく 聞いてもらえればいいなと思うんですけどももしもマニュアルが全くないっていうお店があればこれから作ってもらいたいっていうことなんですね。で、ホールマニュアル、接客マニュアルで一番最初に作るのはホールの用語集です。で、ホールの用語集っていうのは接客時にどういったことを伝えるのかどういった言葉を使ってどういったことを言うのかっていうことが書かれているマニュアルなんですけども、まあ、当たり前のことだと思うんですがその用語集っていうのは お客様が扉を開けて、えー、扉を開けてご来店されるところから、席に座って、えー、注文取って、で商品、えー、提供して、で、立って、えー、帰ってくっていう、そのお客様が来てから帰るまでの流れの通りに順番に合わせてこうできてくるわけですよね。だから、んと、まあ、こうちょっと資料を用意してますけども、まあ、順番で言うと、お出迎え。 で、えー、席の、えー、誘導。で、その後、えー、オーダー、注文取り。で、で、調理場へのオーダー投資。んちょっと待って、ね、ちょっと待ってくださいね。えー、数が間違いでした。えー、お出迎え、誘導、で、えー、オーダー取り、 で、え、オーダー取り。で、調理場へのオーダー投資。で、商品提供。で、え、レジ。と、送り出し。で、この七つの順番。まあ、お店によってね、違う部分もあるかもしれないですけども。まああ、中間バッシングとかっていうこともありますよね。で、そういったお客様が入り口から入って出ていくまでの順番に作業を書き出しをして、その作業について、 えー、こ,うこの時には、例えば、えー、商品を提供する時には、こういう言葉を使ってお客様に、えー、伝えて、それを出して。で、えー、お客様が、えー、を席にご案内する時には、どういう言葉を使って、えー、どういうふうにやるかっていう、その言葉をまず先に決める。で、そのことだけ箇条書きに書いてあれば、 その言葉を伝えるっていうことを以上に、そのタイミングで何をするのかっていうのも全てわかるっていうことになるんですねで。それがホールのマニュアルの一番簡単な形。ホール作業の,、まあその用語集ですね。ホール作業の用語集っていうもの、接客作業の用語集か。接客者 接客,接客作業の用語集っていうのが一番、うん、シンプルなマニュアルなので、まずそこから作っていただければというふうに思いますで。マニュアルもすでにあるところでもね、えー、そこの、えー、接客の用語集っていうのをもう一回こうシェイクすると、えー接客、接客力が上がってきますので、ぜひ試してみてください。でねえー、今日ちょっと、あのー、もう少し内容収まるかと思ったら収まりきれなかったんで、明日も もう一回、接客のマニュアル、用語集についての話をしていきたいと思いますので、また明日も見ていただければと思います。それでは、飲食店従業万歳。というわけで、今日もエノモット会議がお送りいたしました。それでは、また明日お会いしましょう。ありがとうございます。